大津波警報、直ちに高台に避難してください。夜7時、掛川市の沿岸地域に鳴り響いた訓練放送。掛川市では初めてとなる夜間の津波避難訓練で、暗い中で避難完了までの時間や経路の注意点などを検証する狙いです。海から1キロ圏内にあり、57世帯およそ150人が暮らす今沢区では、住民が懐中電灯を照らしながら高さ海抜15メートルの避難タワーまで歩いて避難しました。真っ暗でね、全然あんまりこの辺街灯もないんで、ちょっと怖かったですね。どの時間帯でもしっかり対応できるように準備をしとかないといけないなと思いました。避難を終えた住民に対して市の職員が、避難タワーに備蓄されている資機材を説明しました。飲料水、そしてブルーシート、また緊急シート、熱を体から逃がさないためのそういったシートもここに保管されております。皆さん、この緊急時にぜひとも使用できるように、今回一つでも覚えていただいて、緊急時に備えていただきたいと思います。参加した住民からは、家のブロック塀が危なくて心配、避難タワーにスロープやもっと明かりが必要といった意見が出ました。揺れが収まった状態になった状態で避難できるという形になってくると思いますので、その時間も入れますとね、なかなかちょっと時間的にも避難の時間がかかるのかなというふうに思います。上にいる人が、いや本当津波来てるぞって、上から下の州じゃないけど言えるように、まあ、拡声器じゃないけど確かね、そういうのが、はい、訓練を通して見えてきた課題や要望は多く、掛川市は訓練を検証し、対策に生かしていく予定です。